コーヒータイム。ちょっとこの後ね、ミーティングあるんですけど、やたらね、今日眠くて、しかも目がすっごいしょぼくてね、しょぼしょぼしてるんで、コーヒーをね、まあ、とりあえず、このネスプレッソを使って入れて、気合い入れたいと思います。はい。今日はね、この水色の甘酸っぱいレモネード、こうオリジナルって書いてあるやつね、これをいただきたいと思います。じゃあ、乾杯。うん、これあれだね、レモネードっていうよりね、グレープフルーツ。ここに今日のやつはね、ブレンダーレモネードと炭酸ジュニバーベリーエキス、ここら辺までは一緒だけど、今日はね、これピンクグレープフルーツのね、果汁が入ってるっぽくて、そのまんまね、ピンクグレープフルーツのお酒って感じ。そんなに酸っぱくもないし、甘くて、甘ほろ苦いみたいな感じで、僕は結構好きかな。もうちょっと甘くなくてもいいかなって感じだけど、グレープフルーツジュースを飲んでる感じの感覚で飲めますね。結構いいかもしれない。で、今日はね、コーヒータイムもやんなくて、ネスプレッソで済ましちゃって、で、その後ね、まあ、ミンティングとかがね、ずっと立ち続いたんで、なかなかできなかったんですけど。で、今日は、ちょっとね、明日、奥さんがね、ワクチン打つんですよ。で、職域のワクチンで、うちの会社、僕のね、勤めている会社のワクチンの接種で奥さんが受けるっていうことなんで、で、それの、ね、付き添いで久しぶりにね、会社に行ってきます。すごい、もう半年以上、いつだろ最後行ったの、もう去年の10月とかかなぐらいかな、もうそのぐらい行ってないんじゃないかな。最後に行ったのが去年末ぐらいの、その緊急事態宣言とかが出る出ないとかいう時の前に行ったぐらいですかね。なんでものすごい久しぶりですね。なんでね、久しぶりに、もう最近は本当にね、雨が降ったら外出ないっていう生活だったんで、今日とかも雨降ってたじゃないですか。なんで、明日ね、雨降らないといいなと。で、一応ね、この間、石井スポーツさんからもらったね、このメレルのね、カメレオン。明日晴れてたら靴を下ろしてね、行ってこようとは思ってるんですけど。まあどうなるかですね。一応準備だけはしといたんですけどね。それにしてもね、暑い。もうすっかり暑いですね。すごい暑い。お風呂入ったらね、汗が止まんなくて。だいたい最近の流れとしては、まあ夕飯食べる前に、まあ運動して、まあ筋トレなら筋トレして、今日はね、筋トレお休みだったんですけど、でも有酸素だけはして、有酸素1時間ぐらい乗って、自転車にね、で乗った後に、まあ、夕飯を食べて、糖質をね、しっかりとって、で、それからお風呂入るみたいな感じなんですけど、そうするとね、出てきた後ね、ものすごい暑いんですよ。汗が止まらない。今もまだね、微妙に止まらないんですけど、まあ、代謝が上がってるっていうね、いいことなんですけど、まあ、こんなね、取り留めのない話をして、今日のネタにするっていう、本当に何もなかったかもなっていう感じで、じゃあ今日はおやすみなさい。今日早く寝たいと思います。